こんにちは、粟田洋介です。今日は前回の続編で15センチ15センチのキャンバスシートに7月から12月までの猫の絵を描いていきます。前回は1月から6月までのその月その月の季節感を出しながら描いたんですが、今回もその続きで季節季節の猫を描くんですけど、そのシリーズとして描くっていうお話もちょっとだけしようと思います。では7月の絵を描いていきます。では7月の絵が完成しました。7月ということで7月のイベント七夕を意識して描きました。でシリーズを描くときに私が意識することなんですけど、それは何らかの統一感を持たせるということと、その統一感の中にバラエティを持たせるというこの2つを気をつけています。で今回のシリーズではその統一感として作風を統一することと、あとは猫を1匹だけ描く、その絵がシンプルな絵である、まあ他にもあるかもしれないんですけど、その3つのことをちょっと意識しています。では8月の絵を描いていきます。これが8月の絵です。猫を1匹入れました。でさっきバラエティって言ったんですけど、バラエティについては全部違う猫にしたいなっていうのと、あとは色のイメージを違くしたいなと思っています。では9月の絵を描いていきます。
9月の十五夜の月ですね。それをイメージしたんですが、この月を紫にした理由は、ちょっと前回描いた1月から6月までの絵なんですけど、色合いを少しずつ変えてるんですけど、3月から8月までずっとブルー系、グリーン系が続いてるんですよね。で、2月にちょっと紫を使ってて、それ以来紫っていうのが入ってないので、で、月を紫にしてみました。では今度は10月の絵を描いていきます。バックの構成が、まあ、9月とほぼ同じなんですけど、色をガラッと変えました。10月なんでハロウィンって感じですね。で、猫の種類も全部違くしているので、なんか黒猫を描こうってあったんですけど、10月まで待とうと思って、10月はハロウィンなのでこうやって黒猫にしました。では今度は11月ですね。11月の絵です。色の系統が似てるんですけど、なんか11月ちょっと寒くなったって感じですね。ちょっと紅葉を意識してこんな感じに描いてみました。で、月の12月が終わったらちょっと全部並べて見てみようと思います。これが12月の絵ですね。すごくシンプル、雪の絵です。ちょっと全部並べてみたいと思うんですが、ちょっとこうして並べてみると全体的に違う色を意識して使ったっていうのがわかります。まあ、統一性といえば全部猫が一匹で、全部季節感を重視した絵で、で、全部同じようなテクニックで描かれた作風ですね。あとは全部シンプルであるってことですね。で、違くしたのが、そのバラエティの部分は、猫の種類っていうか、色とか模様とか毛の長さですね。そこら辺は全部違う感じで描いています。カレンダーを使う人たちが、まあ猫の好きな人たちがこのカレンダーを使ったとして、まあ毎回毎回違う猫が見られた方が楽しいかなっていうのと、あとはもしかするとお家で飼っている猫に似た子が1匹ぐらいいるかもしれないし、ちょっとわかんないですけど、そういうことを少し考えました。で、12月の猫なんですけど、ちょっと雪景色を描こうと思った時に白い長毛がいいなと思ったんですけど、2月にすでに白い長毛を描いちゃっているので、毛の短い白い猫にしました。で、あとは色ですね。ちょっと似たような色が並んであったりとかっていうのはあるんですけど、全体的に見るとやっぱり違うものだし、カレンダーを一枚一枚めくっていった時に、パッて違うのが出てくると嬉しいじゃないですか。そういうことも考えて使う色を決めたりしました。あと景色もちょっとガラッと変わった方がいいかなって感じで、カレンダーをめくった時の気分とかね、サプライズとかね、
そういうこともちょっと考えました。まあいろんなシリーズがあるんですけど、シリーズを書くときは何らかの統一感と何らかのバラエティをミックスさせるように心がけています。で、こんな感じの卓上カレンダーができてきました。こういう木の台がついてて、こういう風に立てることができます。実はカレンダーを業者さんで頼むの初めてで、一つから注文ができるということでここでお願いしました。で、この印刷の方もね、すごい綺麗にできてます。やっぱり原画の方がいいですけど、やっぱり原画と比べるっていうのはちょっと、原画と同じ色っていうのは絶対無理なんですけど、でもすごい綺麗に印刷できてて素晴らしいです。で、ちょっと宣伝になっちゃうんですけど、これ販売もしています。下の概要欄に購入方法の書いたリンクを貼っておきますので、興味のある方はチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上です。この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタンなど押していただけるとありがたいです。動画作りの励みになります。またチャンネル登録もしていただけるとありがたいです。あとサブチャンネルでうちの猫たちの YouTube も始めたので、そちらもよかったらご覧になってください。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。